ボビナムっていうのを、ベトナム総合武術、護身術ボビナムというふうに日本のでは紹介するように、しているんですけども、ベトナムで生まれて、フランスで育ち、世界に広がっている。で、3年前まで武道大国だと思っていたその日本が、誰も知らなかった武道、それがボビナムなんですね、はい。ベトナムの歴史の中で、生まれてきた武道ですから、ベトナム人の方っていうのは比較的、日本人よりも身長が低い、それからその、日本人がわからないその他の 外国からですね、抑圧を受けていった歴史、その中で、フランス人だったりアメリカ人だったり、っていうのは、まあ、日本人よりも、身長が高いわけですよね、平均身長が。だからこの低い人と高い人のこの間を埋める、そのために、人を倒す、大きい人を倒す、技術っていうのが、集約されているという感覚ですよね、はい。今はですね、全世界、オーストラリアからその当然、フランス、ヨーロッパ各国、東南アジアも当然、アメリカもあります。アフリカものすごく今盛んです。で、そうやって世界各国広がっているんですが、なぜか日本には伝わってこなかった、はい。一番初め僕はプロレスで、世界各国を回ってたわけです。ネパールに行き、オーストラリアに行き、でいろんな諸外国こう回って、タイランドに行き回ってて、でベトナムに行った時に、ベトナムでプロレスラーっていないのかなとか、プロレスの興行やってないのかな、さあそうした時に私がそのジョイントすることができないかなといろいろ考えたわけです。そしたらそのベトナムの国自体が、社会主義国家で、プロレスというものは、まあ、放送ではやってるんですよ。アメリカのプロレスを放送ではやってますけども、実際それを興行としてやるというシステムがなかったわけです。で、ベトナムで何日間か過ごす中で、せっかく来たんだから、そのベトナム格闘技とかそういうものでこう検索していって、まあ、それは実際日本でもその前調べたんですけども、ボビナムっていう、キーワードがやっぱ出てきたわけです。で、当時その3年前は2つしかカタカナでボビナムっていう書いたものは、サイトはなかった。それも外国人の方が、日本人に向けて、紹介する、和訳して紹介するようなサイトで、ボビナムっていうのが、あったり、あとは外国に住んでいる日本人の方が、ネットにこう出すのでボビナムっていうカタカナ、を使っていたり、したものを見つけて、これは何だろうと思って、聞いたことがない、とにかく。で、私もそれこそそのプロレス20年、格闘技ではね35年とかそういうのをずっと関わってやってきてる中で、全然聞いたことがなかったものにまずは興味を持ったと、そういうことですね、はい。まあ、中国武術も空手も大体こんなものだというのは分かるけども、ボビナムって何だろうと思っていろいろ人に聞いてたら、それでもやっぱり5日間ぐらいは手がかりがあんまり見つからなかったんですよ。で、5日目ぐらいに、偶然その明日その世界大会があるよっていう話を聞いて、でその場所を教えてくれって言って、そこの会場にパッと行ったわけです。で、世界大会ですから、もうボビナムの30何カ国っていう各国の選手がもうトップ中のトップの選手が集まってるわけです。だから、町道場の子どもの動きではなくて、トップ中のトップの動きを見て、正直もうこれはすごいと思ったわけですよ。で、
それは私はプロレスラーですから背が低い人、低い選手、私は175センチですけどもそれよりも低い選手、それから、ものすごく大きい選手、2メートルを超えた選手、のお金を取れる、プロの格闘の技っていうのを、何十年となく見てきたわけです。その私がすごいなと思ったの、それが受け身の技術であったり、その一つ一つの、技の組み立てであったり、これはどうやったらこれができてるのだろうってものすごく不思議に思ったわけですよ。とにかくすごいなと思って、ちょうど私の運のいいことに、広い会場だったんですけども、私の前に、先生が座ってて、若い先生です、僕より若い先生ですけども、すごいこれやりたいっていうふうにベトナム語が喋れる人に話してたら、その先生とのこう話をするようになって、じゃあ今晩来ればいいじゃないか、その日の夜に、道場行って稽古しました、はい。